はい、じゃあ弦の交換始めます。まず最初にペグを回して弦を緩めていただきます。これからね、交換する弦を全部緩めていただきます。もし全部の弦一気に全部張り替えちゃうよっていう時は、ここで全部の弦を外していただくと、実はその後の作業がやりやすいと思います。くる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 回していきますと、だんだん緩んでいきますので、最後ですね、緩み切るまで回していただいて、でこの辺まで来たらこれをキュッと引っ張ると抜けてきます。でコツとしては、この弦がそのままですね、貼られる方向にこのペグの切り込みをですね合わせておくと、後で貼る時に非常にスムースになると思います。でこの次、ペグ側を外した弦の今度はブリッジ側を外しますが、このブリッジ側に弦をひょいひょいひょいと、押し込んでいっていただきますと、ここがですね一番難しいポイントその1になりますが、この3分方側から弦が出てきますので、それをうまく掴んで出していただきます。たまにこううまく手前に出てこないことありますので、何回かですねトライアンドエラーをしながら弦が、うまく出てくると、これを見計らって距離とつまみたいというのが良いです。こんな感じで出てきました。で、このまま中に押し込んで、よいしょと出していくと、弦がこのように外れました。弦を新しく貼るところを始めようと思います。最初にこの弦ですね、片側結び目がついています。でこの結び目がない方をブリッジの穴に入れていって、ここからまたうまく中に入れていくことで、サウンドホールからこの先っちょを取り出しますが、取り出します。この時に気をつけていただきたい中の配線材ですね、しっかり引っ張って傷つけないようにと、切っちゃったりすると音出なくなるので気をつけてください。次ですね、この最初に結んである部分、これを一回切ってしまいます。切る時にはこういう弦を切る専用のニッパーがあると便利ですが、なければ家庭用のちょっと丈夫なハサミとか使っていただいても構いません。でこの結び目、ここは捨てちゃいます。で今取ったこの部品を一回弦に通して、でこっち側を一回結びます。最初にあったように普通に結んでいただくだけで構いませんが、注意点としては、とにかくこの結び目がほどけちゃうと弦が外れますんで、ぎゅーっと結んでください。で女性とかでね、力が足りない、ギュッと結ぶの難しいっていう方は、こんな感じの、小型のペンチとかでですね、弦をしっかり引っ張って結んでいただくとうまくいくかなと思います。で弦の長さには比較的余裕ありますんで、こちら少し余っても構いません。であんまり余りすぎてるようだったら、先ほどと同様にちょっといらない部分切り落として、目安としてはこんな感じですかね。1cm、5mm から 2cm ぐらい残すような感じでいいと思います。でここまでできましたら、次にブリッジに通した方をキュッと引っ張っていただいて出していただくと、これでブリッジ側は完成です。はい、では最後にヘッド側、ペグへの弦の巻き付けですね。この時のコツとしては、最初に弦の長さを合わせる、ちょうど今貼ろうとしてるペグから、そうですね、このぐらい、隣のペグとの真ん中ぐらいで弦を、ちょきっと切っていただきます。はい、で切りましたこの弦を、このペグの真ん中にですね穴が開いてますので、そこの奥までグイグイグイと、しっかり奥まで差し込んでいただきます。で差し込みましたら、このようにペグの中にしっかり這わせるようにして、右手で押さえながら左手で弦を巻きつけていただくという形で進めていきます。今これで半回転しました。もう少しで1回転。この辺まで来るとね、もう右手のサポートがほとんどなくても、弦がしっかり固定されます。弦が太くて、こういう素材の弦ですので、なかなかチューニングが上がっていきません。いっぱい巻きつけないといけないんで大変なんですけれども、これで最後チューニングが合うところまで巻きつけていただければ、弦の交換が完了になります。